そんな中での集中力を高めました。今日は1番にカタラナート起用です。2番昨日攻守のハドソン、3番まだ調子が上がってきていませんウェルズ、4番のホスキーが戻ってきました。打撃絶好調のヒレンブランド、そしてヒンスキーは昨日唯一ランディ・ジョンソンからホームランを叩き出しました。7番のリオスは快速です。8番マスクはゾーン、そしてショートにはアダムスが入って、今日今シーズンまだ勝ちなしのウィッシュが先発です。今ちょうどベンチの右側にヒンスキーが座っています。昨日は見事なランディ・ジョンソンからスライダーを打ってのホームラン、こうして台湾から残ったんですかね、応援に来てますね、はい。さあメジャーリーグデビューを果たします王健民、立ち上がりは緊張はあるでしょうが25歳、果たしてどんな立ち上がりを見せるんでしょう。昨日は絶対的なエースでジャンキース勝ち星を拾うことができませんでしたランディ・ジョンソン、その後を受けて今日マスクはフラハティ、ヤンキースのディフェンスです。王健民、フラハティのバッテリー、ファーストティノ・マルチネス、セカンドウォーマック、サードにアレックス・ロドリゲス、ショートジーター、外野は松井、ウィリアムズ、シェフィールド、今日 DH ジオンビーです。なんといっても立ち上がりですね。そうですね、何かあのベンチの様子を見てましても表情にちょっとこう緊張感が伺えましたけども、硬さがありましたね、ただまあホームのヤンキースタジアムですからね、はい、温かい声援の中で、そうですね、投げられますね。4月最後のゲームデーゲーム、ニューヨークは今午後2時を回ったところ、雨が直前まで降っていたためまだお客さんの入りがよくありません。さあ先頭バッターカタラナートとの対戦、立ち上がり注目しましょう。台湾のエース王健民、もう一度ご紹介しておきますと、156キロのストレート、スプリットフィンガードファーストボール、スライダーチェンジアップカーブを持っています。立ち上がりはメジャーリーグデビューの1球、まずは148キロの球から。ストレートはこんな速さではありません。まずメジャーデビュー、ワンアウトストレートで取りました。忘れませんね、この瞬間は。忘れないでしょうね。王健民、チェンミンウォンというふうに英語では発音されていますが、25歳、191センチ、91キロ、2番のハドソンです。昨日は松井のセンターへ抜けるという当たりを見事にこの取って攻守で阻みました。スイッチヒッター4年目、昨日は今シーズン初の盗塁を決めています。詰まった当たり松井です。台湾出身の王健民が投げて、日本出身松井が取って、それで2アウト。今のボールはあのおそらくツーシームだと思うんですね。オリンピックの時も、はい、日本チームに投げてましたけども、少しずつシュート回転したりスライダー回転してしまうボールですけどもね、はい、あれ沈み方はどうですか。あの高低よりもちょっとこうサイドに動くボールですよね。なるほど、これはまっすぐ、今日最速151キロ、3番のウェルズ、バーノン・ウェルズ7年目、三冠を狙えるバッターでもありますが、ご覧の低たらく1割9分8厘、147キロストレート、バーニー・ウィリアムス、スリーアウト。好調トロントの打撃陣、1番2番3番切って取りました。王健民メジャーデビュー、メジャーデビュー上々の立ち上がりです。
かがでしたか。非常にあの丁寧さを感じましたね、はい、力まずに低めに低めにストライクを先行しようというそういうピッチングフォームだったと思います、はい、王健民は上々の立ち上がりでメジャーリーグデビューを果たしました。